鉄道連隊は戦地における鉄道の建設、修理、運転や敵の鉄道の破壊に従事する連隊。本項目では日本陸軍が保有した鉄道連隊について説明する。連隊の気象が残る E103 号機。日清戦争後に中国大陸など占領地への軍用資材補給を円滑に実施する必要が日本陸軍内で強調され、 ドイツ帝国陸軍の先例に習い、1896年に鉄道大隊が編成された。義和団の乱では、臨時鉄道隊を編成して1900年から、翌年まで義和団によって破壊された、継入鉄道修理などに従事し、日露戦争では、軽備線建設の監督、安佐作線軽弁鉄道の建設、輸送任務、新し佐作線軽弁鉄道の建設等、 各地で鉄道の建設、物資、自民の輸送などに従事した。日露戦争後の1907年に、鉄道連隊に昇格し、太平洋戦争まで活躍した。品事変以前は、このエダンレイ下の交通兵旅団に属していた。1940年7月の平時編成表によると、鉄道連隊の編成は、連隊長のもとに、連隊本部、三個大隊。 材料賞の合わせて1091人。ただし、鉄道第二連隊には、この他に練習部、幹部候補生隊、歌手官候補生隊が付設されていた。1930年頃の千葉市周辺の地図、鉄道第一連隊は、地図中央やや上の、軍用鉄道の分岐近くにあった。鉄道第一連隊作業場は土地である、千葉公園。 作業場とは現在千葉公園になっている。園内にはトンネルや橋脚の遺構が残っている。材料償の建物は千葉経済学園内に現存する。鉄道第二連帯の材料償者、A 社鉄道連帯正門は現在千葉工業大学に残されており、3から20連帯についてはほとんど第1連帯か第2連帯を母体に。 1934年から1945年に編成された。以下、連帯名を記す。鉄道連帯は戦地のみならず、国内各地でも訓練を兼ねて、鉄道建設を受け負っていた。その際、鉄道事業者は土地を用意し、材料費を負担するだけでよかったため、重宝された。また、千葉県内には、鉄道連帯の演習用の路線があった。 戦後一部は神経生線に転用された。詳しくは鉄道連帯演習戦を参照。ありがとうございます。